聞いてみたかったんですけれども、はい、お二人が報道番組に出演されることってあるんですか？報道番組、うん、一回俺クローズアップ現代に出たことあった。出てた出てた、見た見た見た。未だになんでなのかよく分かんなくて、うん、え、それいつ頃ですか？2年ぐらい前なのかなあれ、うん、でなんか俺が出る必然性があるのかなと思って、そんな話今までなかったら、はい、行ってみたら別に俺が出る必然性なかったっていうことがあってびっくりしましたね。そんなことないでしょうよ。もうオドぜひ並みに静かなスタジオでしたけど、ね、よっぽどだね。それはよっぽどだ。でも俺はなんか春日ももう44だっけ年齢。いやいや2だよ。42じゃないですか、うん、そろそろ準備しといた方がいいと思うよ。報道番組準備のオファーが来るだろうから。報道の45ぐらいになったら。あ、そう、コメンテーターみたいなの、帯のとかの、うん、ただまあちょっと思想に偏りがあるんでね、うん、そんなことないわ。テレビにハマるかどうかわからないですけど。そんなことはないですよ。結構フラットなねバランスは取れてるとは思いますよ。テレビに出る際にはよ。あ、準備しといた方がいいと思いますよ、うん、あ、そうですか、はいはいはい、まあそうね、あるかも。こんな番組出てないでね、本当に。報道番組に出るために。いや、そうだね、うん。